はい、皆様、こんにちは、先ほどでございます。皆様、久しぶりでございますね。はい、まあ、久しぶりというのはですね、新規で動画を撮るのが、久しぶりでございますね。大阪大会ね、公式大会の、スプリングカップ2023、大阪大会が、終わりまして、ちょっとね、若干の燃え尽き症候群になっていたんですけども、はい、まあ、ウィニョークは去ってましたよ。去ってましたけども、まあ、なかなか動画を撮れず、ね、今に至っておりますが、はい、今日からですね、再開していこうと、思っております。はい、今日もね、ちょっと若干上がってきましたんでね、竹雄も、ね、モデルチェンジしてます。ね、気づきます?だいぶさっぱりしましたね。パーマがね、かなり熱いということで、だいぶ短髪にね、しまして、ね、スッキリ竹雄になっております。はい、これからですね、マシンの方もスッキリ走るようにね、頑張っていきたいなと思っております。はい。まあね、今回はですね、質問の方を、答えていこうかなと、思っております。ね。まあ、前回もね、3名の方の、質問に答えてきましたんで、今回も3名ほど、ね、呼んでいけたらなと思っております。はい。では、やっていきましょう。はい。行きましょうかね。はい。まだ、呼ばれていいお名前を募集してない頃の質問ですね。多教的、これは沼やでっていうシャーシは何ですかということでございます。はい。そうですね。僕的沼屋でシャーシはもう間違いなくスーパー2ですね。はい。正直ね、デフォルトの状態では正直速くないんですよね。ただ、手を加えれば、手を加えるほど、速くなるシャーシ。これがね、スーパー2だと、思っております。はい。ミニオークのね、まあ、レースにも2種類ございまして、まあ一般的にね、ジャンプセクションとか、バンクセクションとか、そういう立体のね、セクションがあるとかですね、まあ立体レイアウトっていうのがあるんですけども、もう一個ですね、フラットレースというのはございます。多分ね、検索してもらうとフラットレースっていうのがあると思うんですけども、はい。まあそのフラットレースの方ではですね、スーパー2というシャーシが結構使われてたりするんで、はい、結構ですね、スーパー2は突き詰めれば突き詰めるほど、ね、やばいシャーシ、沼シャーシだと思っております。はい。まあ、もう一個ね、沼シャーシとあげるなら、そうですね、まあ、フレキでしょうね、MS シャーシ。はい。まあ、MS シャーシもね、本当に作り方が山ほどございまして、もう何が正解かわかんないんですよね。バネの硬さであったりとか、何をどうすれば、安定性が高くて速いのかっていうね、正直正解がわからないシャーシっていうのがね、MS だと思うんで、これもですね、まあ、正直、沼かなと。ある意味での沼かなと、思っております。はい。なんで、多教的沼シャーシは、S2、MS。まあ、正直他のシャーシもですね、まあ、正直沼なんですけど、まあ、特に沼のかなっていうものはその辺かなと思います。はい。で、同じ方からですね、もう一個、質問来ておりまして、熱帯魚ちゃんたちは元気にしてますかと、いうことでございまして、はい。元気にしてます。せっかくなんでね、動画撮りましょうかね。はい。近況ですね、近況。こちらにいるのはですね、ベタですね。はい、ベタ水槽でございます。ね。こんな感じでセパレートでね、分けております。オス、メス、オスというふうな感じでね、分けております。はーい。はい、こちらがね、僕の部屋に置いてます。60センチ水槽でございます。ね。カージナルテトラが綺麗です。リビングに置いてます90センチ水槽でございます。中型魚がね、たくさん泳いでおります。はい、でこちらが、ベランダで飼っておりますビオトープ型のね、メダカ水槽でございますね。はい、まあ、左側がですね、透明の容器で横からも見えるというもので、右がですね、80リッターのトロブネ、で、飼っております。はい、という風な感じでね、みんな元気にしております。多少ね、まあ、メンツは変わっておりますが、ね、今も手は変わっております。はい。はい、ではね、次の質問行きましょう。はい、最近のミニ四駆界隈では大きめのタイヤ、括弧23ミリ以上使用されている方が増えてますが、多教さんは何ミリベースの、タイヤを使ってセッティングを出すことが多いですかということでございますね。はい、そうですね、まあ、僕はですね、なかなか小さいタイヤに手を出さなかったんですよね。なんで最初はね、24のタイヤをよく使っておりました。ですけども、今は23ミリが一番多いですかね。前のね、公式大会で、使用した MS マシンもですね、タイヤ径は23ミリを使っていましたんで、まあ23がやっぱりブレーキの高さ的にもね、あまり低すぎると僕もね、ちょっとブレーキのセッティングを出しにくいと思ってまして、まあ底上げすればいいんでしょうけど、はい、まあ23ぐらいが僕としては、まあ、一番使いやすいかなと思っております。
ただね、まあ今もね、まあ僕の周りはですけど、やっぱり22とかのタイヤ、使ってる人多いんで、うん。結構ね、やっぱり小さいほど使いやすいという方は僕の周りには多いです。はい。あ、多分3レーンとかもね、ガンガンレースで出る方多いんで、まあ多分再加速っていう面でね、そういうタイヤ小さい方が、まあ都合がいいことが多いかなというふうな印象でございます。はい。はい。ではね、最後の方の質問いきましょうかね。はい。竹尾さん、いつも楽しく拝見しております。はい。YouTube に出てる人たちを、見ていつも思うことなのですが、竹尾さんは普段別のお仕事されてるのでしょうか？どんなお仕事されてますか？それともフルタイムで YouTuber として生計を立てているのでしょうか？ぶっちゃけ YouTube でどのくらいの収益になってるのでしょうか？答えられないような質問で申し訳ないです。最後にもう一つ。いつもお部屋の背景でたくさんのものが溢れていますね。どれも多趣味な竹尾さんの宝物ばかりだと思うのですが、奥様から何も言われたりしないのでしょうか？何か言われたり、険悪なことになったりはないのでしょうか？余計なお世話とは思いますが、少し心配です。これからも楽しみにしています。頑張ってください。ということでございますね。ブサイクロンマグナムさんという方ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ一個ずつね、答えていきましょう。竹尾さん、別の仕事してますか？はい、してます。まあ、YouTube だけでは正直僕はね、食べるほどのものではなくて、まあ、正直ね、YouTube 自体がですね、ミニ四駆の YouTube 自体が、そもそもミニ四駆の、まあ、COB っていうチームに一応属してまして、その COB の、大会を初めてすると、いうのがあったんですよね。で、その大会の宣伝のために始めたのがこの竹尾チャンネルなんですよ。で、まあ、そこからですね、まあ、自分だけで運営するようになっていきまして、まあ、結果的にね、この竹尾チャンネルが続いているということになっておりまして、まあ、基本的には趣味の延長で、この動画は続けさせていただいております。はい。で、仕事としてはですね、プログラマーを、しておりまして、で、まあ、IT ですね。なんで、プログラムを組んだり、ね、そういうふうなことをやっております。はい。まあ、C#.net。その辺ね、わかる方はわかると思うんですけども、はい、そのあたりをやっております。はい、ここだけね、別撮りなんですけども、はい、質問に答え漏れてたんでね、答えます。ぶっちゃけ YouTube での収益どのくらいですかと、いうことをいただいておりまして、はい。僕めちゃめちゃサボってるんで、はい。だいたい月1万くらいです。はい。まあ、昔の動画を見られたりしてるんで、まあ、だいたいね、何もしなくてもね、1万くらいは入ってくるんですよ。けどもね、まあ、めっちゃ頑張ればですね、まあ、一時期めちゃめちゃ頑張ってた時は、まあ、片手間ですよ。片手間 YouTube でも10万ほどはいただいてましたんで、まあ、そのぐらいでございます。はい。まあ、僕はそのぐらいです。はい。続きましてですね。はい。僕の部屋にたくさん物が溢れてますが、怒られたりしないのですが、ということですけども、はい。ですね、理解はいただいております。はい。ね、一応僕が多趣味だということをね、知った上でですね、一緒になってくれておりまして、まあ、この動画をやってることも知ってますし、まあ、靴が好きということも知っておりまして、服が好きというのも知っておりまして、で、サバゲーをもやるっていうことも知っておりまして、サバゲーで撃たれることが好きな人というね、イメージを持ってるそうです。はい。あたりとかね、まあ、一応理解はいただいておりますが、はい。ね、断捨離したろかとは言われます。ね、やっぱりちょっと物が多いので、まあ、僕としても、ね、ちょっと減らしていきたいんですけどね。まあ、出てる服とかは特にね、服がちょっとあまりにも多かったりするんで、帽子もすごい多いです。なので、まあ、その辺はね、整理したりしないといけないんですけども、一応理解はいただいておりまして、僕の部屋の範囲内、この部屋の範囲内から、出なければいいよと、言ってくれております。リビングの水槽は別としてね。なんで、一応、険悪なことにはなっておらず、仲良くやっておりますよ。はい。一応ですね、竹尾奥様、ミニ四駆作りました。ね、まあ、その模様もですね、動画にできたらなと思っておりますが、はい。こんな感じでございます。はい。というわけでございまして、今回は、3名の方のね、質問にお答えしていきました。ね。またね、今回投稿いただいた方も、複数のね、コメントいただいている方もいらっしゃいますんで、はい。またね、その件も踏まえてですね、まあ、連絡させてもらいますので、よろしくお願いします。竹岡の連絡をお待ちください。はい。というわけでね、今回は以上でございます。ね、まだまだ、質問の方をね、募集しておりますんでね、この下の概要欄に、書いております、応募フォームの方からですね、どしどしご応募くれたら、竹岡が喜びます。はい。で、コメントが呼ばれたり、ね、この動画のネタになった場合ですね、竹尾の、ステッカーですね。はい。この竹尾チャンネルステッカー、
ね、で、複数コメントで採用されたりした場合はですね、このマシンに入る竹尾チャンネルステッカーね、こちらも合わせてプレゼントしようと思ってますので、ないとこ、どしどしご応募いただけたらなと思います。というわけで、今回は以上でございます。また次回お楽しみに。